今月はですね、一流シェフに習う涼しい料理ということで、湯田温泉の仙都港山口さんにお邪魔しております。今日のゲストはとっても大物です。増本料理長、今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、この高低差見てもらったら分かるんですが、はい、本当に大物でございます。はい、プロに教わる簡単料理、今回は仙都コア山口の料理人をゲストにクッキングします。まずは仙都コア山口の増本料理長にトウモロコシを使ったアレンジスイーツを紹介してもらいます。それではトウモロコシブリュレの作り方です。詳しい材料や作り方は野菜言葉のホームページでチェックしてください。ある工程で作るのをやめると、はいはい、トウモロコシのスープ、冷製スープができます。そこにさらに手を加えることによってブリュレができるっていう、まあ、実は一つのレシピで二つの料理ができるっていうのを実は提案をしてます。一、はい、レシピで二度美味しいみたいな感じですね。はい、作りましょう。作り方は簡単です。はい、コーンスープを作る工程から最後はブリュレに、とっても興味が湧きますね。牛乳鍋に入れます。はい、生クリームもここ両方入れてしまいます。はい、トウモロコシなんですけども、芯からコーンを外す、外しますね。もう単純にバサッと切っていく、はい、もう削いでいきますね。気持ちいい。でこの時にでも、トウモロコシの芯が入らないように、この料理は気をつけていただきたいです。口当たりがそうですの問題ですかね。芯を、はいはい、芯も使う。これはだいたい4等分ぐらいでいいです。まあ、とにかく家でやるときは気をつけてください。これを鍋に入れます。牛乳と生クリームの中に。そうですね。これはやっぱり出汁取りですか。出汁を取ります。でこれを、まあ、火にかけます。はい、必ず沸騰を避けてほしいです。液体にコーンの香りを移すだけの工程なので、なるほどね、沸かす必要は、殺菌をする必要はありません。そういうことですね。はい、確かに確かに。先ほどの身ですよね。身、そいだ身。はい、はい、もう一つの鍋に入れます。ここにバター 10g ですね。はい、はい、これを火を入れるというか香ばしくするだけの工程です。ああ、香りをつけるっていう感じの、はい、なるほどなるほど。もう どこ見ても美味しい工程ね今。そうです。そうそう、どこ食べても本当今の季節だからこういう風な料理を思い浮かべて作ってるんですけど、トウモロコシの缶詰で作られても十分美味しいです。確かに確かに確かに、はい、子供さんの好き嫌いをなくそうっていう風なことで始めた、実はこれレシピなんです。デザートにしてあげることによって、確かにトウモロコシの形がなかったら食べれるっていう塩。ああ、これ小豆の中の塩と同じ感じ？はい、水分を出します。はい、甘みを出す。で、もう今ぬるくなってきてる状態の液体を一回鍋にちょっとだけ入れてください。はい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 。これも結構ポイントですね。はい、全量入れるわけじゃなくて、こっちをこっちに入れてもいいんですけど、やっぱりなんていうんですかね、この鍋の中のこの今のバターとトウモロコシっていう風なのが、確かにしっかりとね、しっかり旨味ですよね。確かに確かに。なるほどね。家では、はい、なかなかこの工程思いつかないかもしれない。こう映しながらやるっていう、はい。牛乳の色じゃなくてもう茶色っぽくなってると思うんですけど。でそれを今度こっちの鍋に戻します。はいはいはい、お料理トークバラエティ番組ズッキーニがインターネットでも見ることができます。 CCS のホームページから番組を選んでください。専用 YouTube でいつでもどこでも番組を見ることができますよ。ズッキーニ、お楽しみに。沸かさないように一応なんとなく気をつけて、そうですね、弱火にしつつ、はい、卵、全卵を1個ですね。全、はい、卵が1 個、それから卵黄が2個分です、うん、でグラニュー糖ですね、はい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 、全部入れます。おい、
なんかこんなハイテク器具を使うズッキーニもないなっていう。ハイテクなのこれ？ハイテクじゃない。普通にあの縦用のこれぐらいまでいくと、うん、はい、一回止めてください。はい、止めます。はい、で白っぽくなってきて、うん、なった線が描けるとかって言いますよね。あ、はいはいはい、まあ、本当線が描けてすぐ消えるぐらい、沸かしきってないもの、もう火を消すっていう状態でいいです。で、これ蓋とかをして蒸らす。そうですね、うんうんうん、そうすると今度この液体をミキサーにかけます。なんとなく見えてきましたよ。はい、今鍋からミキサーに入れました、はい、ご家庭だったら、うん、粗熱を取って入れてください。あ、まあ、80度に火をかけてました、はいはいはい、70度、はいはいはい、もっと下がっていかないとこっちがう、ね、もう卵焼きが逃げちゃう卵、こっちが卵になっちゃうのでっていう風なのを防ぐために。冷やす工程は結構大切です。大切です、うん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 、まあ、一応回しますね、はい、これは回すだけ。もう回しまくってほしいです、ここは。まあ、回しました、はいはい、でトウモロコシの方のもともと持ってるこっちの、うんうん、なんですか、ポテンシャルといいますか、はあはあ、まあ、トウモロコシの種類によっても全部糖度が違いますから、そうですよね、ひたすら甘いものができるっていうのはデザートでもいいんですけど、うん、このあとさらにブリュレが出来上がった時にグラニュー糖を振って焼くので、あ、ちょっと塩分があった方がいいです。デザートだけど塩分入れます。確かにその方が食べやすくなるというか、はい、まあ、ただただだだ甘いだけじゃなくなって、そうですね、奥行きが出てくる、はい、いいこと言うわ、はい、ありがとうございます。ごめんなさい。で、私は始めようと思います。これは出来上がりに大きく左右してくる、うん、もうこの時点で美味しいです。美味しい。で、この時点で美味しい。めっちゃこれを冷ますだけで、うん、要はトウモロコシの冷製スープになるっていうことです。だから塩味もいいよ、これすごく。そうです、はい、すいません、シェフの方がいいよっつって。バターもさっきのはもう無塩バターなんですけど、はいはいはい、トウモロコシの甘みとバターの香りっていうのが合わさって、あ、牛乳生クリームだけでここまでいくので、かなり皆さんここの時点で一回本当に飲んでみていただきたいんですけど、かなり深い味になってる。そうですね、うん、よく玉ねぎ、じゃがいも、トウモロコシでスープを作られるシェフの方も多いんですけど、はいはいはい、確かに私が教わってきた先輩のシェフの方々は、はい、もう夏はもうこれが多いです。これオンリー、はい、そうか、今日玉ねぎとか入れちゃいがちだけど入ってないですもんね、はい、もうとにかくトウモロコシのスープだったらトウモロコシで作りなさいという教えで、もうほん、なんだろう、でもいろいろ合わさっているかのような。そうですね、うん、すごい深い。すごい、ちょっとびっくりしました。ズッキーニ、うん、すごい深い。すごい、ちょっとびっくりしました。これを、まあ、本当出来上がりがここで大きく変わってくるので、たくさん回して、うん、裏ごしてこの中に混ぜるか、はいはいはい、裏ごさずに粗く回しただけで混ぜるかによってブリュレの食感は変わります。確かにね、そこもまた別にどっちが正解とかあるわけじゃなくて、ないです。私は結構つぶつぶ感残してる方が好きなので、確かにもうこのまま混ぜます。気泡をまずゴンベラで必ず滑らかにしてください、はいはいはい、今泡立ってる状態なので、あ、落ち着かせるみたいなね。そうしないとこっちも泡立ってるので、ブリュレが出来上がった時にもう泡だらけの、シャワシャワになるんですね、はい、要はもうこれであんまりそこまで空気は入ってない方がいいよっていうことですね。そうですね、この時に氷水ありますけど、はいはい、今やってみてください。熱いんですね。あ、熱い、はい、結構熱い。でこれをこのまま熱い状態でオーブンに入れるとすぐ沸騰しちゃうんです。あ、確かに、っていう風なのがあるので、はいはいはい、ちょっと粗熱を軽く取りながら気泡を潰していく、うん、なるほどなるほど、ここポイントですね。じゃあポイントですね、粗熱はきちんと取り気泡は潰す。これをもう本当器に流していくだけです。え、ブリュレって意外と簡単にできるの？はい、簡単です。簡単なんですけど、まあ、今日レシピにも書いてるんですけど、ここでお好みで、うんうん、バニラエッセンス。あ、なるほどなるほど。普段私はトンカ豆っていう豆とか、はいはいはい、例えば、はいはい、ここにコーヒー豆、豆の状態で入れたりしてもすごく、そのままを、はい、あ、香ばしさが出るの、全然コーヒーの香りが移って美味しいんですけど、それは初めて聞きました、はい、うん、まあ、ご家庭にある耐熱の方ですね、
大きいこんなねグラタン皿でわーって作る。そうですね。ってことですよね。高さがない方がいいです。あ、高さがない方がいい。はい、香りが全部なくなっていくので、もう本当ブリュレっていう料理はもう香り命ですね。でトウモロコシのブリュレなんで必ず毎回注ぐときは混ぜてください。はいはいはい、今こうしてないので、トウモロコシの実ばっかりが下に沈んでいくんですね。沈殿しちゃうんで。なるほど。今型流してます。はい。はい、これをまあ120度のオーブンなんですけど、うんうん、家庭では最初140度ぐらいで熱を温めておいていただきたいんですね。あ、余熱をしておいて、はい、すぐにパッと火が入る感じ、ね。そうですね。で湯煎をするので、なるほどなるほど、湯煎オーブンですよね。ご家庭で茶碗蒸しを作ったことがある方は、はい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 、ブリュレは作れます。そうだ、はい、じゃあ私でもできる。茶碗蒸しの器で流してもいいですよね。確かに。ズッキーニ、これに砂糖、グラニュー糖ですね。ブルレといえば、はい、まあ、本当グラニュー糖、まあ、砂糖いろいろあるんですけど、うん、まあ、ご家庭でやるんでしたらもう本当グラニュー糖、上白糖でもいいと思います、ね、あのスティックシュガーとかで、そうです ね、でしっかり砂糖をもう全体に、結構たくさん、結構たくさん、あ、これぐらい近くで、はい、動かさない、はい、動かさない、焼けてきた、もうちょっと行ってください。もうちょっと周りにくるーっと、うん、こう、はい、OK です。最初に焼いた方ですよね。はい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 、もうパリッとしてますので、これこれこっち、こっちをどうぞ。あ、すごっ、わかります、コン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 。あ、これ冷やさなくてもこんな感じになるんだ。そうです、プロの技を教えていただきました。ご家庭でやるときにはとにかく動かさない、はい、そして焼けたらまず覚えておいてください。トウモロコシブリュレの完成です。作り方はとってもシンプル、ぜひご家庭でも作ってみてください。でもなんか全然塩とかも感じないけれど結構濃厚なのにでもさっぱりしてる、そうです、ね、夏らしい感じのね、はい、になってめっちゃ美味しいです。お料理トークバラエティ番組ズッキーニがインターネットでも見ることができます。 CCS のホームページから番組を選んでください。専用 YouTube でいつでもどこでも番組を見ることができますよ。ズッキーニ、お楽しみに。それではプレゼントのお知らせです。今回はセントコア山口オリジナル祭りソースを3名様にプレゼントします。応募はこちらまで。希望商品をはっきり明記してズッキーニプレゼント係までご応募ください。番組の感想を添えていただけると幸せます。たくさんのご応募お待ちしています。次回のズッキーニはセントコア山口の和食の担当職人さんが登場しますよ。夏野菜を使った簡単料理を紹介してくれます。お楽しみに。ちなみにトウモロコシに野菜言葉がありまして、はいはいはい、弾ける笑顔っていう風につけてるんですけど、まさにこのトウモロコシのブリュレ弾ける笑顔になります。ありがとうございます。ポンポンポン、弾けてください、はい、いつも弾けてはおるんだけどねあんまり弾けすぎないように気をつけてください。 野菜言葉